どうも、キタチフレット。はるくんです。今回の企画は、1日ラーメン屋はしご旅。おわ、久しぶり。ということで、久しぶりのはしご企画なんですけど、やりたかったぜ。まあ、で今回のテーマとしては、はい、いつも家系とか油そばとか背脂とかいろいろやってるじゃないですか。うん、今回は僕らが行きたかったラーメン屋をはしごしようじゃないかなと。いや、最高です。はい、背脂とか、うん、家系とか大好きですよ。僕油そばとかでも大好きですけど、いろんなジャンルのやつをちょっと幅広く食べてみたいなということで。清楚系ラーメンとかだとあんま動画にすることないんで、うん、本当動画外で行く感じになっちゃうんですけどね。はしご始めましょう。行きましょう。はい、楽しみ。1店舗目ですね。はい、僕らですね、今祐天寺にやってきてるんですけど、はい、祐天寺といえば、はい、って言って分かんないかもしれないんですけど、分かるんじゃないですか。1店舗目、1店舗目はブレイクビーツさんにお邪魔したいと思いました。いや、もうここは本当にずーっと行きたかったんだけど、なかなか行く機会に恵まれなく、ゆうてんじも来ないしね、あんまり。そう、お前は古着とかで来るかもしれない。そうで、古着来るってなったらさ、夜から空いてる古着屋さん多いんで、ゆうてんじだと。で、ここのお店だと昼しかやってないですよね。なるほどね。11時から3時とか。確かに確かに。そう、スルさんが今年ナンバーワン醤油ラーメンっていう、そう、あのサムネイル絶対見る。俺も友達にブレイクビーツ行かねってめっちゃ言われるんですよ。あ、ブレイクビーツさんはね、さすがにちょっと僕も食べたいなということで。あ、行く？はい。おお。まあ、交互に行きたい感じだったんで、さすがに。さすがに。俺はもう行きたい。食べたい。絶対食べたい。絶対食べたいよね。絶対食べたい。店の前ね、到着したんですけど、はい、これあれですね、名前書いてその時間になったら来てくださいっていうシステムだったので、はい、僕ら30分後ぐらいでしたね。え、いいよ。ラーメン汁溶かしてもいいやつ買ってこうか。え、めっちゃ飾る。普通に俺が一回行ったことあるんですけど、まあ無人の振りやついっぱいあるんで、そっか、今切り替わったらこれになってるのか。まあせっかく入ったんで、あと今日ラーメン食べるにあたってさ、ちょっとラーメンティーが欲しかったんで。結構タイトめですが、ちょっとちっちゃいけど、これリリースなのかな。1500円です、なんと。おお、お得。いいね、こういう。だって今日のブレイクビーツ1杯と一緒になるじゃん。1500円ぐらい、確か。確かに、でも服1500円で買えたらやばいぞ、これ。次行くラーメンをずっと今2人で喋ってて、ね、逆にどこでもいいってなったらむずいよね。まあ、でもお互いがさ、食べてないやつもあるじゃん。お互いの生活行って食べてみてと思ったやつもあるから。そう、あなたの動画で、あなたの家系で行きたくなったやつめっちゃあるんで。油そば生活で俺春日亭とかやっぱブブカ行きたいし、ね。まあ、俺でも家系スープ行きたいな。珍しいよね。確かに家系そんな食べないのか。普段あんま食べないんで、うん、普通ジローとかが多いんで。じゃあワンタンいただきます。カラッと揚げたえのきたちが、ね、すごい旨味出してて、うまいっす。めちゃくちゃ醤油を染み込んだ鶏チャーシューと鴨肉ですかね。うわ、うまい。
うわぁ、次だぞ。よくよ、ごちそうさまでした。どうでしたか。やってるわナンバーワン出た。やばい、ナンバーワンかも。醤油で言うとナンバーワンかも。今まで食べたことない系統の醤油だったな。そっちちょっともらったけど、ね、まあなんか見た目はさ、よくあるような綺麗な淡麗な醤油かなと思うんですけど、きのこの旨味がすごくて。そうだったね。焦がし、なんあれはえのきか、焦がしえのきが本当美味しかったですね、あれがこううまい具合にスープにこう絡まってて。こっちの塩でいうと魚介塩系なんですけど、まあ具材もね、ホタテ入ってた。やばけど。でチャーシューもいっぱいですよね。うん。いやこれ安いっすよ。すごいね。すごい洗礼されたもう塩っていう感じでしたね。めちゃくちゃ感動したわ。あんなにスープもうガンガン飲んじゃうラーメンなかったからあんまり。行きたかったブレイクビーチさん行けたということで。はい。まあ、ちょっと2軒目は2軒目以降移動して、そうですね。吸っていこうかなと。お腹いっぱいだったね。ゆっくり食べると、ね、味わいましたね。いや美味しかったね。幸せでした。本当にうまかったです。
今井さん人形町に降り立ったんですよ。はい、見てください、当たり自販機でした。すげえ、当たり付き自販機ってこういうこと言うから今腸内環境改善でしょ。今日のラーメンチャラになるわけだから。ラーメンチャラにしたくないもん。あ、そっか、ブレイクビーツチャラにしたくない。残しておきたい。今からめちゃくちゃいいとこ行くから。人形町にやってまいりました。はい。まあ、次はね、僕がいただこうかなと思うんですけど、まあ、次もなんですけどね。で、さっき、まあ、すごいもう、うん、もう綺麗なね、ラーメンをいただいたじゃないですか。やっぱね、泥系行きたいなと思って、ドロッと系。ドロ系っていうのか、濃厚系やっぱ行きたいなと思って、はいはい、冬になると、うん、すごいね、なんか海鮮ラーメン系食べたくなっちゃうんですよね。あ、そうなんだ。やっぱ北海道のあれが染み込んでんじゃね。ということで、今から行くとこはですね、はい、あのクラブ台風というお店で、はい、そこね、カニと煮干しが掛け合わさったラーメンが食べれるということで行きたかったんですよ。ロゴめっちゃかっこよくね。シンプルイズベスト。うわ、うまそう。めちゃくちゃ濃厚ですよ、スープ。やばい。いただきます。すごい。煮干しがふんだんにって感じですね。でもカニの旨味もすごい出てますね。何か練り込まれてるな。なんだろう。結構コシというか歯ごたえありますね。スープとめちゃくちゃ絡んで美味しい。僕トッピングのね、玉ねぎがすごい好きなんですよね。だからこういうやっぱ濃厚系のスープの時にアクセントとして玉ねぎ食べるのがね、やっぱうまいっすね。出ました、低温調理系のチャーシュー。うわうまそう、これもうハムみたいな。本家のメンマですね。一本長いタイプの。うわ、コリコリしてうまっ。麺食べ終わったのでご飯注文したいと思います。はい、うわ、薬味入れちゃいますか。ネギ、海苔、海苔もね、雑炊たわしたいからちょっと、ね、残しておいたんですよ、これ。よし、あと、うわ、うまー。でも本当にベースがね、カニと煮干しなんで雑炊超合いますね。じゃあ、海苔乗せていただきます。
これ入れてみようかな。これ何なんだろうな。お酢ですよね、これ。酢感は感じないんですけど、さっぱりなりましたね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大満足。あ、よかった。うまい。いや、すごいね。煮ぼらってさ、正直あんま食べたことはないんですけど。煮ぼらって何？煮干しとカニが重なって、あんなドロッと濃厚系なのに、もう結構スルスルと飲める感じのスープで、カニの風味がガツンきまして、うまかった。で、今日の、まあ、ブレイクビーツとかもそうだったんですけど、やっぱね、玉ねぎトッピングって俺すごい好きなのよ。あ、うまいよね、やっぱり。で、もちろんね、まあ、カニと煮干し系なんで、まあ、雑炊もねすごい美味しかったですし。あ、そうか、雑炊があるのか。そう、でも食べ終わって気づいたんですけど、今日僕どっちとも会員してしまったなって。おお、まあ、幸せ会員ですけどね。すげえな。いや、いいはしごだね、この2店舗は。いや、うまい、本当にうまかった。素晴らしいね。よし、じゃあこれバス移動で。はい。どこに行くんですか。今から神田に向かいます。神田ですか。神田いいよ。もう多分あれやろってなってそうじゃない。ちょっとなるか。いやー、でもちょっとフェルトの影響を受けすぎて行きたいお店があります。神田、僕が食べに行くラーメン、はい、ワイズでございます。すいません。いや、まあ、僕、はい、3日間家系生活で行きましたけどね、はい、ワイズ。そうっすよね。その動画を見て俺食べたくてしょうがなくて。で、いい視聴者やん。でこの前コンビニのラーメン生活みたいなのやった時に、はい、ワイズってローソンかどっかで出てるんですよ。あったね。あれもめちゃくちゃうまくて、うん、つまり本家やばいんじゃねって思って、本当にそっからずっと行きたいんですよ。いや、本家やべえよ、マジうめえよワイズ。いや、でもワイズはマジうまいから食べてほしい。俺も好きな、大好きな AK ラーメンなんで。で、結構トップクラスに入るって言ってたんで、うん、この前さ普通に生活でワイズ行ったけど、その後友達ともう一回食べに行ったから、ね、マジで、うん、うますぎて。いや、俺ワイズの上の店行ってこいわ。なんか、いや、まあ行けばわかる。じゃあもうワイズあるんで、そこに。うわあ、こんな感じじゃない、またギュッとしてるの。のりたまラーメンライスね。のりたまラーメンとライス、うん、ありがとうございました。
もやばいわ。いや迷うよね、やっぱこの激好きな状態行きたいみたいな感じはあったよね。いやこれ確かに一杯目で行くべきとこだったね。ガツンと系だったんで、ね、あんなに濃い家系久々に食べましたよ。濃いよね。俺なんか最近ラーメンショップ生活とかで、うん、ライトな家系的な、確かに確かに、ちょっと豚骨醤油、ライトな豚骨醤油みたいなの食べてきてたから、もうよりなんかもうドッカーンってきちゃって、久々の家系でかつ濃いから。ワイズいいよね。ワイズいいし、あとあの麺何、自家製麺なんですか？もちもちしてて、うん、普通の、まあ、よくある堺製麺とかよりももうちょっともちっとしてるから、うん、だから麺にすごい絡まるっていう感じで。いやでも一番幸せなはしごです。こういうのは本当になんか視聴者さんコメントとかでも継続してやりたいです。迷うよね、俺らもどこ行ったらいいのかみたいな。はい、というわけで本日はねブレイクビーツから始まり、合計3店舗はしごさせていただきましたけども、はい、いやーうまかったですね本当に。いやすごい、なんか久々に本当にただただ食べたいものを食べに行くみたいな。やっぱ純粋にラーメンをね、うん、こう味わうっていうはしごやっぱ幸せですね、やってても。そうですね。いやこれはもう、うん、ラーメン欲爆発した時またやりたい、ね、やりたい。しかも、うん、なんだろう、カップルとかもこれデートプランだと思います。最高の本当にいいと思います。いやでも神田でマジ好きなんだよね。ワイズもすごい好きなんですけど、うん、神田という街がね俺好きなんだよ。ああ、本当ね。どこのさ居酒屋入ってもさサラリーマンの方とか多くて、めっちゃあるよね。うん、なんかいいんじゃない、今日も疲れみたいな感じなんで、まあこういうのね、まあ、定期的にやっていきたいと思いますので、はい、はい、皆さんコメント等よろしくお願いします。おすすめのところ教えてください。はい、じゃあごちそうさまです。ごちそうさまでした。間違いところでバイバイ。ありがとうございました。